今日はあのジュニアの、うちのジュニアの5、6年生がね、交流という形で来るし、あの今もあのミーティングから、一緒に、トップのミーティングというような形にするんで。Tú dices que tienen que disfrutar de los entrenamientos, ¿vale? Hacer caso a los entrenadores porque... Pero sobre todo pasarlo bien. Diles tú que es muy difícil llegar a ser profesional, pero que tienen mucha suerte de que estar en un club como Tokushima Gorti, porque cuida mucho a los jóvenes, ¿vale? Pero sobre todo eso, que lo más importante para ellos es disfrutar de cada entrenamiento, jugar mucho, jugar en diferentes posiciones, porque eso les va a hacer mejorar. Intentar muchas cosas. El regate, el pase, el tiro... パスもチャレンジしなきゃいけないし。¿Vale? Que no pasa nada por fallar. ¿Vale? Así que nada, que hoy disfruten mucho del día, a ver si ven un buen partido, y que ya voy a ir a la academia, que quiero ir a la academia.まあもちろん今までここまで話してきたことで、まあもちろん手を抜かないとか全力でやるっていうのはもうみんなの当たり前にしてほしい。絶対そこはもう一つだけあるとすれば、みんなが今ここで元気にサッカーできてるのって誰のおかげか分かる？分かる？分かるでしょ？結構おる。よし、じゃあ二列目の君だ。お母さんとかお父さんとか。そうやな。そうね。そこの感謝の気持ちってのは絶対失っちゃいけない。そこは。お母さんたちに、お父さんお母さんに何か喧嘩とかしてる人いない？大丈夫？大丈夫？口悪く言ったりしてないか？言ってないか？大丈夫か？な？当たり前じゃないんだぞ。ここで元気にサッカーできるって。本当に。な、お母さんたちが一生懸命働いて、お母さんお父さんがな、どっち働くか分かんないけど、そう一生懸命働いて稼いだお金でみんなサッカーできてる、ご飯食べれてる、家住めてる。な、だから親への感謝の気持ちは絶対忘れちゃいけない。な、その上でじゃあ親がこんなやってくれるんだったら自分も頑張ろう、僕も頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気持ちを持っていつも手を抜かずに練習、試合する。それが結果的にサッカー選手に近づく一歩になると思います。みんなももうこのボルティスをつけてる以上、ボルティスをつけてるんだったら、ボルティスの選手だと思って行動してほしい。俺はプロとして、一番上として、このマークをもっとみんなが誇り持てるようにするし、みんながこれがこのつけてんだから俺やんなきゃいけないって気持ちにさせるためには俺はピッチでやるから、だからみんなも常にこれをつけてるってことは、つけられてるってことは自分もボルティスの一員としてみんなにどういうふうに見られてるか、かっこよく見えるっていう気持ちでこれからもやっていってほしいと思います。セレッソ女の時に16歳デビューしたと思う、この時の気持ちはどうでしょう？もうだから君らからしたらもうあと4年後5年後ぐらいじゃない？どうイメージできてる？自分たちが4年後5年後にプロの世界で、うん、活躍するイメージはできてるかな？どう？俺はできてた。10歳、もう小学校4年、5年、6年、もう中学校になる頃にはもうできてたし、俺が小学校6年生の時の最後って、卒業文集みたいなのあんねんけど、作文みたいな、そこに俺16歳でサッカーのプロでデビューするって書いてた。で、今でも覚えてるけど、小学校6年生から中学校に上がる時にはもう自分の中で明確に俺はサッカー選手になれるっていう自信もあったし、それは別にサッカーが上手いからとかそういうのじゃなくて、もう自分はサッカー選手になる、それからの逆算やった。だから
俺は16歳でプロになりたいって思ってたからなる自信もあったから、じゃあ15歳14歳でユースチームのスタメンを取らないといけないね。ジュニアユースで試合やってる場合じゃないよね、プロになりたいのに。じゃあ中学生の時になるべく早くユースチームのレギュラーになりたい、じゃあそれになるにはどうしたらいいっていうのをいつも考えてた。だみんなもう今からでも全然どっちかで遅いぐらいだと思う。今からもっと自分たちがプロになって徳島ヴォルティスを、支えていく、自分たちが中心になっていくってもう意識していい時代、年齢やと思うから、あプロサッカー選手になりたいなっていう夢も当然あっていいと思うけど、自分がこの徳島ヴォルティスの中心になるっていうことをもう考え出していってほしいな。俺は16の時にだからなった時にその全然自分としても驚きはなくて、逆にそこからいろんな挫折もあったけど、当時は、予定通りって感じだったね。16歳で自分はプロになると思ってたから、その自信を今からでもいいから一人一人持ってほしい。別に15歳でなってもいいし、そういう逆算を今からしていっても全然、まあ、今からはちょうどいいぐらいの年齢かな、逆算しやすいと思う。だから同い年で切磋琢磨して頑張るのももちろんやけど、自分がもっと上のレベルでやるっていう気持ちでやってほしいと思います。徳島ヴォルティスっていうチームを、まあ、君らが何年後かに支えていくようになると思うし、俺はなってほしいし、一人でもここから多くの、まあ、ヴォルティスだけじゃなくて、でもそのヴォルティスの、まあ、トップチームで活躍したいってもっと思えるように俺たちが徳島ヴォルティスを強くしとかないとあかんし、 J2 のトップチームより J1 のトップチームに上がりたいってみんな思うやろし、それをみんなが受け継いでいってくれたらもっと大きなクラブになって、そのこのクラブの歴史にみんなの名前を刻めると思うから、アカデミー出身っていうのはすごい誇りを持って、チームのためにやってほしいなと思います。今日このここから何人プロになるか分からへんけど、この話っていうかこうやってみんなの前で俺の思いを伝えられたことはすごい嬉しいし、思い出として残しておいてほしいなというか、プロになった時に真っ先にあの時のこういう話が自分はプロになれたと思いますと一人でも多く言ってくれるようにちゃんと覚えておいてほしいなと思います。こうやって置いてあって。石井選手も柿谷選手も、まあ、両方上手い選手で、やっぱり練習が大事だなと思いました。周りの人がたくさん応援してくれるような、愛される選手になりたいです。もう初めて選手と話して、いろんなことが聞けて楽しかったです。柿谷選手が 16歳でデビューしたことは、まあ、すごいなと思って、まあ、自分も今からプロになれるように頑張りたいと思って。通訳されるのが分かるようになりたいし、柿谷選手以上に上手くなれるように頑張っていきたいです。